クです。ダンボールキットでパッカーシャを作っちゃいます。クニたちレストチャンネル。こちらは、ハコモさんの段ボール工作キットとして販売されているゴミ収集車です。早速、作ってみましょう。これを組み立てたらパッカー車ができるのか。タイムラプスにするとするとか。どう？外は暑すぎだ。続きは室内でやろう。まずは車体を作っているんだね。これは4つあるからもう一人とタイヤかな。お、運転席ができたぞ。荷台の部分がドッキングしたぞ。
作ってるのかな。初めて作ったので組み立てに20分ぐらいかかりました。糊もハサミも使わずに作れます。しかもこのパッカー紙は動かせるのが面白いところですね。ハコモさんの工作キットには他にもショベルカーやダンプカーもありますよ。概要欄に URL を貼っておきます。気になる方はぜひどうぞ。え、これ色が塗れるの？そうなんです。ハコモさんの工作キットは真っ白なので絵の具やクレヨン、色鉛筆などを使って自由に色が塗れるんです。パッカージャの塗り絵だね。次回の動画ではこの白いパッカージャのペイントをするよ。お楽しみに。国たちリストチャンネルではパッカージャ大好きな子どもたちのために日本全国で働く車パッカー車を紹介していきたいと思っています。ご興味ある事業者さんはぜひ国立リストチャンネルまでご連絡ください。よかったよって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。